お疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっと変則なんですよね。うん、そう、いつもは水金練習なんですけど、うん、金曜日に今日 NTT さんと練習試合を。そうなんですよ。はい、前半練習の後半練習試合っていうね。はい、ディエゴ戦に向けて必要な準備というか、うん、っていうのでこの試合は組まれてるわけです。そうそうそう、もうディエゴさんがね3バックで、で、あの僕らの対戦できるチームの中で一番クオリティ高い3バックのチームが NTT 戦、あの NTT さんなんで、あの胸を貸していただこうとですね。チームによって変わるんだけど、はい、3バック固定で攻めてくるチームって基本的に3バックにウィングバックが開いたビルドアップするじゃん、うん、あのディエゴさんと NTT さんは3バックでこのゲーム作るっていうのがもうベタな形で、ここが固定されてるとこっちの対策もやりやすいと。今日の試合とはいえいつもと違って平日ってことになってくると、うん、ちょっとメンバーが、来れるメンバーだったりとか。そうなんだよ、あの仕事終わりとか、はい、あと普段なら来れてない選手とかもなんとか仕事を早く切り上げようとしてとか、いろんな形で間に合わせようとしてくれるっていう、まあそんな感じで頭からみんないるわけじゃない。そうですよね。あとそれで言うとジョージが、はい、なんと前回の試合で実は怪我をしてるんですよ、うん、はい、なので今日の試合出れない。そうなんだよね、はい、でこれが、まあ、日曜もどうか分かんないから、そうもしかしたらあのジョージがディエゴ戦万全じゃないっていうことを考えると、うん、今日の試合の、まあ、4-2-3-1 のトップ下のところを、まあ、誰で行くかっていうのの、まあ、こう先行試合みたいなところも意味合いとしてあるね。いつも万全なチームなんてないから、確かに、うん、そういう時のための僕なんで、いいあの選択できるように今日もしっかり選手見たいと思います。はい、お疲れ様です。そうですね、先週の試合でこの大腿四頭筋の外側の部分なんですけど、そこに相手の膝が入ってしまって、まあ、ただジョギング できるぐらいには治ってきたんで、まあ、今週中にはしっかり治して来週の練習からしっかりいいコンディションでできるように、まあ、いい準備したいと思ってます。今日本当に大事な練習試合っていうのもあるんで、出れないっていうのは悔しいですし、まあ、チームに、まあ、迷惑もかかってるとは思うんですけど、まあ、今は早く直すことしかできないんで、まあ、そこに集中して、まあ、やっていきます。じゃあ、まあ気になるスタメンを聞いていこうかなと思うんですけども、うん、キーパーがユーヒ、はい、で、フォーバック、ちゃんと間に合った場合右から川海舟レントラで、ダブルボランチが右がマナと左がナベ、うん、で両ウィング右オバ左ケイで、トップ下がトール、うん、トップがペイ。なるほど、うん、ジョージの代わりトールってことになったんですか。まずね、はい、そう、いろんな選択肢がある中で、そう今日、まあ現状だと連絡してあって7時半まで間に合わせるっていうふうに、まあ、言われてるから、そう、そしたらまあね、トールのトップ下っていうのは前のチームでもやってたし、基本そこの選手だからね、うん、そうだからここでまあ信頼はずっと変わんないから、やってるサッカー 4-2-2-2 でビハインドクロスメインになるってなると、まあトールの出番少なかったけど、うん、サイドバックで出た時もねしっかり結果残してくれてるし、うんうん、すごく期待して、うん、ここで起用しようと思いました。前回の動画では入ってないんですけど、3分目にね結構いいパフォーマンスというか、そう表明してくれたんですよ。そう、ハイプレスでボール奪ってミドルシュート決めるっていう、あれすごかったですよね、うん、素晴らしかった。で守備のところでもやっぱ 4-2-3-1 で同サイドではめるっていうところで、うん、そう継続的になんか守備やってくれてて、だからそこで、まあ、期待して、まあ絶対トールでいけるってわけではないの、うん、もういろんな選択肢ある中で、ただここで、まあ、トールの力見とくだけで全然変わるから。確かに、そうそう、だからトール。今回の試合で言うと左サイドバックマッキーのテストもちろんするって、そう半分使おうと思ってるね、はいはい、うん、最初の20分トラで最後の20分マッキーかなと思って。ディエゴ戦で1点欲しい展開でトラからマッキーっていう展開考えられるし、うん、マッキーのパフォーマンスどんどん上がってって、ね、もう70分いけるってなってトラ以上のパフォーマンスしてたら、そこはもう変わるのはプロの世界だから、うん、まあ、そういうところでトラとマッキーには競争してもらおうと思うね。今日ね本当にディエゴ戦試合後の初のドキュメンタリーになってると思うんですけど、この動画でいい試し方が本当にできるのかっていうのが。そうだね、はい、もしかしたらもうテンパって交代できないかもしれないからね、うん、誰も出てないみたいな練習2時間やっちゃったみたいな。練習しちゃった今来てもらうのこれからね。でももうテンパってるから俺がもうしょうがない、その時は。いやでもまああれですね、本当にいい、うん、テストをして最高の状態でディエゴ戦臨んでいきましょうから、ね、はい。まあ、2つだけね、1つは怪我しないように、ちゃんと半身小股とか守備の技術徹底すると怪我もしにくいしボールも奪えるから、それしっかりやること。でもう1つは練習からリスタート意識しよう、リスタートのところ意識させるメニュー俺も組むから、そこしっかり意識してこの後の試合入ろう。 OK 頑張ろう。はい、せーんじゃなくてペイも
よ。なんかレオさんあれですね、あの川が20時5分、あの液着らしくて、多分1本目間に合わないですね、これ。あ、そっか。だからどうします、右サイドバック、あれするわ、トラを右サイドバックで頭出して、その分左マッキーでそのまま先発いた、おー、なるほど。で川来たらトラ左に戻して、はいはいはい、っていう形にするわ。なるほど。もし誰かね、あのフォーバック怪我人とかもし今後出た場合でも、そういう采配になるから。トラ右ですし、まあ、右サイドバックやったこともありますし。そうそう、だって普通にあれ整形青いだっけ、なんか試合も右にずらしたでしょ。そうですね、トールが左サイドバック入ってた、ね、そうそうそう、その可能性もあるから、まあこの基本法にします。 OK、 マッキー足大丈夫？大丈夫です。今日はちょっと左サイドバックでスタメンで今急遽出ることになったから、いやもう楽しみです、比較されやすいっていうか、トラ君とも、だからまあそこで自分がなんすかね、もう魂預けられる選手っていうよりはもう自分から預けてもらえるぐらいの、もう俺に預けろっていうのをプレーで見せないと、スタメンには多分本当に自分の力ではなれないと思うんで、今日は頑張りたいと思います。まあちょっとコンディション的な不安もあるからさ、多分プレータイムそんな多くならないかもしれないけどさ、でもその短いプレータイムでもアピールはしていきたいな。今日たくさんアピアピします。アピアピします。ぐるぐる回って、お疲れ様です。仕事は間に合った、攻撃もぐるぐる回って、間に合いました。大丈夫です。いやみんなバタバタだね本当、はい、川がねちょっと遅刻っていうか間に合わないかもしれないっていうので急遽だけど、そうですね、川もまあ仕事の都合でってところで、まあでも右左あのやること自体はそこまで変わらないので、守備のところであのその新しいコアブレイクの形を徹底できれば問題ないかなと思ってます。今日超アピール大事だと思うから、はい、いやもう本当に最終節自分が悔いなく終われるように、今日の試合、まずは今日の試合しっかり全力でアピールして、でその上でまあ日曜日練習試合、取り組んで、で最終節に持っていければいいかなと思っているので、もう本当悔いなく終われるように全力でやります。じゃあ両サイドからのツータッチシュートで、でシュート打ち終わった人がボールの移動中に、立つとこ決めるディフェンス、ボール移動し終わったら動かないで。ボールボール。あーちょう。あちょう。あぶ。うまい。あーちょっと。ゴール。いやジン。決めたなジン。あーちょう。じゃあ給水したら、正気とヒューガと。ダイトはビブス来て、いやごめんなちょっと。どうす、仕事終わりでごめんなさい。どうすか、久しぶりだと思うんですけど。久しぶりっす。でジョージが怪我しちゃったからなんだけどさ。そう本当は。そう分かってますよ。自分で奪ったわけじゃないの分かってますよ。でもチャンスだよなこれ。でもなチャンスっすよ、決戦の前にこんなチャンスいただけるなんて、それは仕事サボってきますよね。サボっちゃったの。言っていいのこれ、乗るよこれ。まずいな。まずいな。サボってないですよ、うん。切り上げてきました。はい、最後の試合、まあ、決戦の一ピースと認めていただけるようなプレーをしたいです、うん。今日ほどの多分アピールチャンスってマジでないじゃんかって。ないですね。本当。これはもうプレゼントなんで。ああまあジョージがあの。うんうんというよりはあのジョージが怪我してなくても俺だったよねっていうのを見せれるようにします。ちょっとターンはよし、3対2だぞ攻撃。あこれ決めよう決めよう、まだ俺か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 、はいナスイー、俺からも俺からも、はいはいターン、よく見た赤い人1エンドライン割ったやつはこっちからノブがパスでリスタート、ボール出た時はその出た側からスローインで始めるから。
重要なのは、3つね。1つはこの前からのプレスの時に、あの相手キーパーのキャッチングとかこうなった時、絶対陣形俺ら乱れてるじゃん。もう思考停止でいいから、1回中閉じて、これ1回中閉じるだけ。今誰だって考えてふわっと空いてる時に間使われるの嫌だから、もう攻撃終わったら一旦中閉じる。これだけ思考停止でやって。もう1つはディフェンスライン、思い切ってずれて逆サイドまで使われるっていう、失敗するのはもう今日が最後の練習になるから、そうここでしかできないから、思い切ってずれる。あとはセットプレーの役割忘れない。この3つやっていこう。はい、頑張ろう。大事にするんだよこれ。NTT データの10番の橋本です。よろしくお願いします。レオス学園入ってくれて、光平くんがそれで試合しましょうっていうので今回実現したんですけど、なんで今回試合受けてくれたのかなっていう。そうですね、まあ、まずは入ったきっかけっていうのは、火曜日ですかね、はい、の配信見るために入っただけなんですけど、だから試合をね、公式戦見れるっていうので、それを一緒に見てくれたっていうのがありましたよね。そうですね。で、まあ、そこでいろいろお話を聞いたりとか、まあ、あとは試合前の YouTube の動画とかも拝見させていただいて、で結構、まあうちのチームを対策してくれてるなっていうところに印象を受けて、で、まあ、実際に戦ってすごいいいチームだなというところで、まあ、ぜひ昇格に向けてディエゴさん倒していただきたいなと思って、ちょっと受けさせていただきました。いや本当に今回受けてもらって本当にありがたいです。本当にありがとうございます。そうですね、まあ、まずかなり強度が高くて、でみんなチームで目線が合ってるっていうところは、まあ、我々終わった後の話もしてましたし、あと、まあ、トリーグ今まで戦ってきて、まあ、一番疲れたというか、ドッと来た試合だったなという印象です。そうですね、私今社会人5年目にもなるんですけど、もともと別にサッカーを社会人になっても続けようとは思ってなくて、で、まあ、運動程度で、私は NTT グループで働いてるので、まあ、そういうチームがあるっていうのを聞いてやって、で去年からトリーグ参加したんですけど、はい、まあ、みんなすごいいいメンバーが多くてですね、でサッカー自体も結構楽しいので、まあ、やってると。でそうですね、ちょっと来年のことはちょっと考えてはない、今どうするか考えてはないんですけど、まあ、これからもサッカーはできる限りは続けていきたいなと思ってます。結果的に点取れなくて 0-0 になっちゃったので、まあ、抑え込まれてすごい悔しかったんで、今日とあと明後日も試合させていただくので。そうですね、まあ、40分かける3本あるので3点は取りたいなと。本当ですか。まあ、3点級でオサ言ってましたけど前回。はい、ちょっと今回こそは点取りたいなと思ってます。いや今回ね、いい本当にマッチメイクできたと思うんで、ちょっと全力でバチバチやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 OK、 練習試合の後の練習だから、やっぱ気持ちが緩むので怖い。それが怪我にもつながるし、思い出してほしいんだけど、相手は NTT だから弱くないから、
だしっかりプレスバックしなかったらやられるし、コンプ遅れたらやられるから、そこで本気でやることがディエゴ戦に向けての想定になるから、うん、そこを思い出してピッチ入ろう。よし、 OK、 行くぞ。よし、行くぞ。ダイト、いやー出遅れたな、トロ。はい、ディフェンスライン、スライド、ディフェンスライン、スプリントでスライド、スプリントでスライド。はい、ラキャ、そうそう、回収トラ、もっとスプリントで。最終ここのビハインドの判断早くなったのがいいね、うん、これが非常にいい。ユーヒも超やりやすいと思うこれ、うん、ナイス、オーバー頑張った、ナイスプレスバック、はい、ディエスライスプリント、マラトライザンダレリー、全部元に戻るだけね。頑張れ、 KMTG で頑張れ。
マッキーよく頑張った。トラが遅いな、ここな。トラ出るな、以外出るだぞ。技術高いな。多分ね、 NTT も前回の試合見て逆振れてなかったねっていうのって、それを相当意識してる感じするね。はい、進藤圭人、守備声出してこー。はい、マルトライス。マキ、それでいいよ。プレスバックね、プレスバック。このとこタイトルね。当たる、当たる。ハンドリー。ナイス。マキ、マキ、マキ。ゴー。行かない。マルトフリー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 。はい、裏キャラ、裏キャラ。全体全体、味方奪った後ビハインド持って呼んでやる。後ろが声出してサポートできるかどうかだぞ。ナイスプレー、素晴らしい。あー、理想の流れだね。ほら、カバー入って
前向かすなおば。ナイスナイスレトラトラトラ出んのきついか行きますまあいいよ、しょうがない。うん、今のはちょっと浩平くんスーパーでしたね。うん、浩平くんって左利きだったっけ？いや、右っす。わ、さすがない。バッター後の技術的な精度を上げたいけどな、こればっかりはどうしようもないからな。まあそうですね、うん、急に上手くなれって無理ですもんね。すいません、交代お願いします。それ、まあ、元々のプランだから、うん、お疲れ、ナイスファイ。元々のプラン、強くはね、やっぱ体勢悪かったら厳しかったですね、今ね。でもまあ、交代して一発目のプレーってこういうのがね、そうですね、流れ変わる可能性もある。出るだけで全然違うからな。うん、レンとしても収めてな、ちょっと練習試合でトライしたかったのかな。普通にヘディングできるとこはしたよ感じで。トラ出よう出よう出よう。いやー惜しい。いやー流れ良くなってきたぞ。出てった後2人のとこ出ちゃっていいからね。出た後人数足りてても LGK そのまま。はい、K 頑張れ。あーちょっと裏毛甘かったな。取られた完全に。
TJR、TJR、コンプ、コンプ、ダイトコンプ。粘れ、上げるぞ、後ろ。ナイス。いやー、野球もうまいんですよね、ここね、NTT さんね。お前逆狙いよ、絞りながら逆狙い。まだ攻撃切り替わった後の圧が弱くなってんな。全体全体疲れてんの分かるけど、攻撃切り替わった後にボール呼ぶやついないからずっと守備してんの。攻撃切り替わった後に後ろちゃんと呼べ。マナとか奪ったりしてもレンも黙っちゃってるからさ、うん、ちょっと練習で疲れすぎちゃうってことあるんですかね。あ、でも正直な、うん、だって試合の後半こんなに声出なくないからね。うん、ちゃんとディレイしよう、ディレイ。ロックしてるちゃんと。うわあ。やっぱ強えな。強いっすね。いやロックはしてたんだよね。だけどあの動かしきれなかったから。そうそう。で、あの最初のところもさ、スローインのところからさ、ふらつかれたから、やっぱ疲れてる中でね、そうなっちゃったんだろうな、走らされまくって。はい、すいません、交代お願いします。ライト入るよ。こちら。あれ
あ、やっぱプレスかけたとこからねワンタッチで逃げるのうまいな、うん、であとはこの分をね、もう相手うまいな走るしかないからな。でもボール奪ったところからさ、今日気になってるのはボール奪いました、でその後に周りが俺っていう呼ぶ声がさすごい小さいんだよね。招待行くぞ、はい、いそう今みたいに奪ってボール預けてもう一回もらい直すみたいなのがなんかフレッシュにできてなかったんだよさっき。こういうの決めれるかだな。いや惜しいですけどね。はい続け今の。いや悔しいね。いやチャンスは作ってるけどな、今決めきらないとこうなるよ。だからこう見ながらさ、なんか言ってあげれることないかなと思うんだけどさ、うん、現状は思いつかないよね、うんうん、ペイガンバーペイガンバーを抑えろ。いけない。気をつけ。で、よいしょ。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。気をつけ。で、お疲れ様でした。お疲れ様です。よいしょ。いやもうマジスーパーゴール決められちゃいましたね。ありがとうございます。この前決められなかったんで超嬉しかったです。そうですね。まあ右にもらいって、本当右足にもらってあの。ファーンってファーサイドのサイドネットループシュート打とうと思ってたんですけど、左に来たんで思いっきり振り切ったらいいとこ行ったんで良かったです。
左足であんなシュート打ってるんですよ。すごいですね。マグですね。いやもうあれはちょっと完璧にやられたなみたいな、ちょっとすごすぎるなと思って。ちょっと明後日も決めさせていただきます。まあ前半というか40分の前半はまあ割とボール受けて、まあ、やりたいことできたんですけど、まあ後半も体力的にもきつくて全然ボール触れなかったんで、ちょっとまあ50点ぐらいかなっていう感じですね。いやあれで50点かめっちゃすごかったですね。でもありがとうございます。そうですね、まあ、まずは体力的にもうちょっと走れるようにしたいなと思っていて、まあ、明日の練習あるのでそこでしっかり動いて、試合に向けていい準備できればなと思ってます。で、まあ、目標の40分で3点をしっかり達成したいなと思ってます。いやマジで青かったですね。ちょっとすごかったです本当に。ありがとうございます、はい、あの次の試合なんとか勝てるように僕らも頑張るんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れです。まあ、悔しいけど、試合中にまあできた修正が俺の限界でもあるから、日曜絶対負けないために、まあ、この試合俺しっかり分析して、ずれるべきとこずれてたかとか、クロス入るべきとこ入ってたかとか、そこで一個でも、チームに対してこの進化できるように、まあ、俺は俺の仕事するから、まあ、みんな引き続き、ちゃんと進化しようとしてくれればいいわ。うん、みんなの負けだから、決してここでね、お前のあれが悪かったなんて俺言わないし、みんなそれぞれも言わない方がいいよ。うん、しっかり日曜勝つために、今日材料にして明日分析のビデオ上げるからそれしっかり見て、この悔しい気持ち持ったまんま日曜臨もう。はい、はい、お疲れ。いらっしゃい。どっか切り替えよう、切り替えよう。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや今日ちょっと乾杯でしたね。そうだね。乾杯の原因というか、うん、どういったところにあるのかなっていう。まあ何個かあるけど、一つは、相手が動き回った時にそこにマークついていかなきゃいけないじゃん。マークついてってロックしながらボールの移動中に寄せてっていうのをやりきらなきゃいけないんだけど、それがやっぱ瞬間的に動かれてそこ外されて、その外された瞬間でワンタッチとかでやられたり、うん、まあ、最初から俺ら同サイド来るからそれ狙って相手もダイレクトとかでいいボール逆サイドまで蹴られるから、うん、前プレスは何回かハマって得点のチャンスになったじゃん。そうですね。だったら撤退して全部守備すればいいって話なんだけど、うん、そうするとチャンスもなくなるんだよ。そうですね。うん、だからそういうまあリスクかけたところで、まあ、奪った時に得点できなかった部分と、うん、まあ、奪えないで回されて、それによって体力消耗してるのと、あと一人一人の自信なのか、うん、奪った後のボールをすぐパスコース作り直して呼ぶとか、はい、ボランチちょっと困ってる時に後ろ引き取るとかが、まあ、いつもより圧弱かったのはちょっと感じたかな、うん、であとはまあ前線の初手のところのヘディングで、まあ、ちょっと連携ミスみたいなのもあったから、うんうん、だからそういうところは改善できるとか改善したいね。いきなり上手くなるは厳しいかもしれないけど、うん、ちょっとコメントの一部であったと思うんですけど、うん、その圧が今まで練習じゃないかちょっと低かったっていうところは、うん、これ原因って言ったらどういったところなんですか。いやどうなんだろうな。だから正直ボールボランチが持った後とか奪った後にすぐここにくれって指さしてボール要求してたのが少なすぎたから、うん、普通にキーパーまで戻すのか、うんうん、まあまあそこのでもね、その判断攻めるのを選手攻めたみたいになるから、うん、まあ、そのチーム作ってるのは俺だからね。そう。まあ、作ったチャンス分決めたらね、それは勝ったかもしれないけど、うん、作ったチャンス決めれず、相手が作った、そういうなんか、連携のね、瞬間的なまあ最初のゴラストと、2点目のスローインのロック外されたところから、ワンタッチで裏取られて、で、クロスのところもロックしたけど、ちょっと相手、至近距離で、相手の方が落下地点入らせない体の強さあったからっていうので。うん、そう、だからそういうフィジカル的に勝ってないところを勝つだけのチームとしてのまとまりと粘りがちょっと今日はなかったね。前回に比べて NTT さんインタビュー取ってみたら、うん、ちょっとやっぱ押し込んでから、まあ、ボール保持できるときは繋いでいこうっていうね、ボランチで当てて落としてみたいなところは結構、うん、今日意識してた。あ、そうなんだ、やっぱり。まあ、それを確かに僕らもチャンス作れたシーンはあったと思うんですよ、うん、ただそれでもやっぱそれで剥がされてしまったっていう印象結構大きく残ってて、うん、それはどういったところが、まあ、やっぱり足りなかったっていう、まあ、うん、多分ね、後で見返したら本当にコンプしてないわけじゃないけど、うん、NTT レベルをはめれるコンプをしてないんだと思う、はいはい、NTT に対してね、80点以上だとはまるところを70点とかしか出すって長いシーンが多かったんじゃない。うん、うん、だ、まあ、1点目に関してはそんな気にしてないかな、まあ、うん、そのあれ出元の抑え方とかそこは気にしてるけど、はいはい、ああいうのは1点あると思ってるから、はいはい、そうそう。ただ2点目はそのね、同サイドで圧縮してロックしたところからでもワンタッチで剥がされて背中疲れて、うん、その後ロックしてるはずなのに落下地点のところで競り負けてっていう、うん、結構気持ちの部分あったかもね、そうなると、うん、2点目はちょっと抑えられるポイントがある分ちょっと残念な失点だったね、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。僕の感覚的には
スライドで出てくときに、当然僕らの矢印が大きくなるんですけど、そこをフリックとかで相手が僕らの矢印を折るようなパスとかを使ってくるのがうまかったかなっていうのが一つ。あとちょっと今日声が全然出なかったですね、僕、僕の中の一個の課題としてスライドっていうところを今日は意識はしてたんですけど、そっちにまあ気を取られるというか力を使うあまり、まあ、声が出なかったっていうのと、まあありますかね、そこはもうスライドに頭が行き過ぎて、はい、まずここ間に合わせるのっていうのを優先して、相手が僕の矢印を折りに来たのに対応しきれなかったっていう、まあ、逆にプラスに考えて、まだあと1試合残ってるんで逆にいい教材ができたかなって思うんで、まあ、それを、まあ、日曜修正で来週本番までに最高の形に持っていくっていうところで、まあ、やるべきことは明確かなって思うんで、あとはまあしっかり準備するっていうところで頑張ります。まあ、自分がこう一回出てって、そこからカバーリングで戻ったところで、まあ、T 字の浩平君フリー でそこ使われて決められたっていうのがあったん で正直あの、どうすればいいのかっていうのが正直分かってないところであるんで、ちょっと映像を見ないと分かんないですね。そこおそらくなんですけど、まあ、守備の原則で、まあ、スライドだったりとか、まあ、コンプ裏ケアプレスバックっていう、まあ、守るべき項目守れてなかったのかっていうのはあって、で、まあ、それをできてればで走れてれば絶対守れてるはずなんで、まあ、そこは後で照らし合わせてあの見るしかないですね。そう僕の、まあ、認識ミスであるんですけど、味方が、まあ、僕のことを明らかに見えてなかったら、まあ、気づかせてもらって自分から、まあ、クリティカル蹴るのか、まあ、ポイントエスケープ使うのかっていうところになると思うなるんですけど、僕の中であの見えてるから、あもうこれ出てくるなと思ってもう次のこと考えたら、まあ、あの下げてもらえなくてっていう、まあ、そこはもう味方とコミュニケーションを取って、あの自分があの前向きで受けるとき絶対も圧出して受けるっていう、まあ、そこの考えと声が足んなかったですね。まあ、僕ら立ち返る原則っていうのがあるし、でそこをみんなで話し合って改善 していけるっていう、そこがチームの強みだと思うんで、まあ、ここからの僕らの修正っていうのを見てほしいですね。もう切り替えてあの2日後の試合臨みたいと思います。攻撃陣でいうと、あとはそのジョージがいないところの穴っていうのは結構出たね。出ました、クロスのところ出たでしょ多分。まあ、出ましたよね、中人数少ないっていうのがすごいあったでしょ多分。あとあのサイドでさ、逃げてすぐクロス上げたいのが結構逃げ切れずとか、はい、あの無理して繋いで失ってみたいなのあったでしょ。そうだからあそこでサイドですぐ上げれないんだったら逆振り直すの判断が悪くて、で間つけた時の精度で俺らと向こうで触ったから逃げ切れずで、そうやっぱ強引なというかその目線合わせるクロスのところでちょっとあのまあ自分たちの強みを忘れちゃった部分あるね、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、体はそんなこう重くなくてあの走れたんですけど、収められなかったし自分にボールが入るシーンがほとんどなかったんで、まあ、裏にボールもあんまり来なかったし、エスケープも僕が出てる20分でも最後の方は呼べなくて、奪っても前に行けない、前進できない、で頭越えずにセカンド取られるっていう繰り返しだったんで、まあ、個人としてもチームとしてもいいとこはほとんどなかったかなっていう悔しい試合でした。練習試合が日曜にあって、あと練習2回でもう今シーズン最後の試合なんで、まあ自分が出るため あの準備はそうなんですけど、まあ、この試合はあの、まあ、負けてよかったねって思える試合にしないとあのいけないんで、僕たちが勝たなきゃいけないのはディエゴなんで、まあ、ディエゴがどうやってくるかっていうのもあのレポートもありますし、あんまり落ち込みすぎずただ冷静に分析して日曜の試合に向けて一旦チームとして切り替えたい、で僕ももう一回出てあのもう一回いいプレーしたいと思います。まあ、今俺ができるのはあの今日の試合、まあ、分析してこう短時間で選手に修正点伝えることだけだから、だからこう今日ちゃんと生かすだけで、はい、めっちゃいいトレーニングになってたから。いやそうですね。これ日曜日あるわけですしね。はい。日曜日ちょっとこれなんとか盛り返したいですね。ここはね。そうだね。序上のチームはないから、レアルマドリーだって負けるから。だからあとはこれをどう経験にするかで。本当そうですね。ディエゴ戦にちょっとどうあの繋げていくかっていうところをね、大事にしてやっていきましょう。まあ大丈夫ですよ。はい。